こんばんは。うん、今早く帰ります。今日は少し買い物してお仕事行って、ちょっと待ってね、飲み物持ってくるね。あ、ごめんなさい、あの私のお洋服の残骸がすいません。はい、ということで、そう、今日はこんばんは、お買い物をしてで、お仕事して帰ってきました。今日は平和な一日でした。買い物して全然大変じゃないよ。そう、ちょっと洋服見たいなと思って、何を買いましたか。なんか黒の一応上着なんだけど、そう、上着なんだけど、なんかいつもと形がちょっと違うやつを、そう、なんかいろんなのあるんですよ。なんかジャンパーっぽいのとか、なんていうの、なんかデニムのやつとか、
いろいろある中でいつもとちょっと違うやつを買って、そうで黒色のって意外とそのジャンパータイプの、この間ファンの方からいただいたジャンパータイプって言ったらいいのかなすごい言い方ダサいよね、ごめん、ね、ジャンパーなのでも私あのなんていうの、そのジャンパーって他に言い方ないかな、ジャンパーって言ったらちょっとそう、ちょっとごめんね、あのすごいジャンパーって言ったらあれなんだけど、すごい可愛いなんですよ上着、それはすごく可愛いやつ、そうジャンパーと、そうファンの方からいただいたすごい可愛いやつと、またそれとは違った形のやつがあって、コートじゃないんですよ、なんて言うんだろうあれ、なんだっけな、そうまた違う形のやつで、ちょっとね丈短いの、ブルゾンブルゾンかな、あ、ダウンかな、ダウンコート、そうね、ダウンコートそうをぽいのファンの方からいただきまして、そうまたそれとはねちょっと形が違う、あれ羽毛じゃない、あれなんだろう、なんかでもちょっとダウン、なんて言ってあれないんですか私はダウン系かなと思ってね、そう思ってたんですけど、そう可愛いんですね、冬になったらもっとね、もうちょっと寒くなったら仕事とかで着ていこうと、ケルティングだそうですそれらしい、うん、で意外となんか黒の上着って私ほんなんか持ってなかったんですよ、なんか薄めのが多くて、あとなんかデニムだったり、そうまたなんかちょっと違うやつ、短めの丈で、うん、うん、ネットでもともと見てたんですよ、うん、ネットでもともと見てて迷ってて、でお店行って巻きさせてもらって、あ可愛いなと思って、やっぱりさ着てみないとさ丈感とかその後ろからのシルエットとかが分かんなかったから、うん行ったらあったし着させてもらって、うん悩んで決めました、今年はもう上着はねたくさん、昔の整理してもいいかも、だからね、なんか靴とかも見たかったんだけど、そうちょっと時間がなかったので、この前あんまりないデザインのパンツを買ったんですよ、結構前、そうなんかデニムなんだけどズボンハイウエストですごい
そう、なんかもう 胸下くらいまで来るやつをね買ったんですよ。そうだから私いろんなデニムを今持ってて、もうね、なんかね着る楽しみがあるんですけど、そうなんかそれが私身長ちっちゃいじゃん。だから普通のデニムだったらそれで大あの普通の厚底スニーカー履けば大丈夫だったんだけど、そのズボンだけどうしても本当高いヒールを履かなきゃ引きずっちゃうと、普通のいつもの厚底じゃ引きずっちゃうから、多分ブーツのヒールが多分10センチくらいあるやつじゃないと引きずっちゃうので、それをねちょっと見ようかなと思って、でも時間がなかった。ZOZO とかで見るとね可愛いし安いんですよ。そう、うん、あ、ね、ちょっとさ汚いかもごめんね、ご飯中に足上げるのがちょっとねあれなんだけどさ、見てほら、なんかさ気づいたらさ傷できた、結構さがっつりね、痛い普通に痛い、分かんないけどできてた、分かんない、本当になんでできてるのか分かんない、何したんだろうね私、うん、何もしてないんだけどな。うん、気づかないうちにできてました。うん。買い物行く前からできてた。うん。そうで、その時にスキニー履く時に着替える時に気づいて、まあ、違う、筋トレした時に、そう出かける前に筋トレしたんだけど、その時に気づいて、でなんかその時あんまり痛くないなと思ったんだけど、だんだんね痛くなってきた。お風呂浸かりたくないね、浸かるけど。話それちゃってんのかな、ね、お洋服って何流行ってるんだろうね。でも今ハーフジップとか多いよね。ハーフジップは可愛いよ、持ってないけど、うん、ピチッとしたねハーフジップ欲しいね、うん、ピチッとしたサイズ、今ね、悲観ね、デニムいっぱい持ってるの、何個か数えるね、すごいデニムってね、でもあればあるほど嬉しくてさ、なんかいろんなやつあって、7、8、9、10、11、12、13、14、14かまあね、スカートのやつとか、あ、15、16かな、16個だね。そう、スカートとかズボンでも形とかデザインちょっと違ったりしてね、全部
今はジーパンかロングスカートでは、いや足出すときは出しますよ私。まあロングブーツとかあるから。うん、ほんと足足りない足が足りない。でもね、すごいたくさん持ってるのにさ、ずっとズゾ見てんのずっとズゾ見てんの。うんと、何に使うんだよってね。何、いっぱい見てどうすんねん、そんなもん。でもさ、やっぱりさ、なんか東京行くときさ、なんか何着よっかなとか、お友達となんかさ一緒だしなみたいな、やっぱり写真撮ってもらうならいい格好したいじゃん、可愛い格好したいじゃんとかさね、めっちゃ見ちゃう。そう、なんか今はちょっと至急東京行くまでに本当はあのヒール丈、ヒールが10センチくらいあるブーツを買わなきゃいけないそう、なんかせっかくその編み上げのやつはもう私3つ持ってるんですね。ショートとこの間なんかハーフ、なんていうの、ちょっとあのショートのやつより長、なんていうんだろう、ふくらはぎくらいまでのと、あとロングと編み上げは持ってるんで、編み上げじゃない黒のブーツを、そうヒール10センチのやつを、それか今ある、うん、今この前多分もらったのが、いただいたヒールが多分5センチとか5センチないくらいかな、もしかして5くらいかな、うん、のものだったので、インソール入れて履くか、うん、そう、ごめんね私のトレーナーが、私のトレーナーと靴下が、ごめん、パジャマのトレーナーと靴下がね、失礼いたしました、気になりました。ミドルサイズ、ミドル丈、センチとか怖くないの？全然怖くない。そう、東京にね、23、24で行くんですよ。日付言ってたっけ、23、24で行くので、そう、それまでにね、支給買わなきゃね。うん、靴もね、もう履いてないやつ、履いてないやつね、うんうん、小学校の頃とかもあるんで、それをね、もうね、ありがとうしようって思います。うん、視聴者プレゼント人の入ったお靴なんて欲しくないんですよね。靴で思い出したんですけど、悲しいお話聞いてくれます？聞きますよ、ちょっと気になる、ごめん、あの面白がっちゃあれなんだけど、いつもちょっと面白いからそう、アマゾンで服買ってるわしね、アマゾンでは買わないね、基本的に買うときゾゾか自分で見てるかな。アマゾンでは家具とか買ったりします。そう、家具とか買ったりって家具を見たりする。そう、ベッドとか、まあ、机、ソファー、テレビも見てたね。そう、だからそっち系かな。お洋服はZOZOが多い、ネットだと。
なんだ、おニューの靴で、あ、まあご飯屋さんに行ったんですね。なるほど、はい。え、盗まれた？そうなってない。靴脱いで入る？ご飯屋さん行ったんですか？帰ろうと思ったらね、靴が偽クロックスになってた。ごめん、ちょっと笑っちゃいけないんだけど、なんかすごいね。ね、なんかすごいね。いや、なんかあ、笑ってくれた、あ、よかったです。うん、いや、なんかそれは色とかも一緒だったもん。それだったらもはやなんかミラクルだよね。なんかその撮ってった人もたまたまなのか、それとも本気で撮ろうと思って撮ってったのかちょっと気になるところです。そうなったデザインとか違くてマジで盗んで撮ってったんなら、履いてったんならちょっとね、これはね怒る。あ、そういうこと。そうじゃん、それはやばい。おニューのナイキのスニーカーが偽クロックスに行ってもう絶対確信犯じゃん、やばくない？それね、警察行った方がいいんちゃう？それ本当に、うん、それはねもう確信犯ですよ。うん、私大号泣よそれは。警察行った？盗まれました、偽物のクロックスにされてたんです、私の。やばいね。お店の人に伝えた、間違えて帰られたのかもしれませんと。いや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 、店員さんちょっとそれはさねえ。ナイキの靴とクロックス間違えますか？それはちょっとさ無理がない、酔っ払ってたんかな。その、うん、帰ってきて酔っ払ってたかなっていうレベルじゃん。それはもうなんかさ、もう泥酔レベルでさ、もう記憶混濁するくらい酔ってたんかなっていう感じじゃない、そこまで来ると。いやーね、本当にショックだわそれは。悲しい、私だったら泣くわ本当に。そっか、脱いで履いたところってそういうのもあるよね。あれか、なんか鍵あるやつとかじゃないんだ、お店自体多分。あ、そこせめて本物のクロックスでお願いします。すごい優しいね、そこなんだね。いや、靴なくなったことを悲しみましょう。バラエも靴は間違えると気づくそうです。わかんないよ、どうなんだろうね。私なんかそんな記憶なくなるほど飲むこともないし、ベロベロになるまで、なんかもう歩けないとかになるまで飲むことはないから、うん、いやーショックだわこれは。窃盗じゃんね、本当に恋だってるね。いや、まあなんか恋以外あるのかなって思うんだけどね。で、防犯カメラなかったのかな、すいません、防犯カメラ見せてもらっていいですかね。ね、本当に私が新しいナイキの靴プレゼントしたいんですけど。
光るのいらない靴、光るのいらない靴でも私のもう足のサイズになって履かないやつはもうボロボロよ。笑って終わった話でした。優しいね本当に。笑って終わったってね、すごいね。私だらね、もう笑わずにもう大号泣よ本当に。優しいね、大号泣でもう多分ね荒れると思う。叫び散らかすね。私の靴ね、叫び散らかします。私泣くよ普通に。悲しいじゃん。よし、よし、そしたらね今日もね。ピクミンやっていこうかね。ピクミンね今日進めたんですよちゃんと。そうちゃんと進めて、なしてスッキリした。それならよかった。全然ね、いつでも言って。どこ行った？あ、そういうこと、塗っていくタイプね。これで。今日ね、でもね、お昼にね、すごい、すっごい、すっごいすっごいピクミンやられました。悲しかった。ジーンズのサイズは S、M？ あー、まあ S か M かあるんなら、あのウエスト言うと S、 S でも大きい。私ウエスト60でも大きいので、まあでも大体今60ちょいとかだったりするんですよね。はい、まあでも全然あのベルトしたりして開くんで、あー違う、そこ行かなくていいよ、そこ行かなくていいよ。あー、どこ行くの、どこ行くの、おいで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 。丈は M なんだよね。うんね、全然本当に割と何でも。竹は長めに、そう、竹が長めが好き。こんばんは。拠点どこか分かってん。あ、ここね。みんな
行くぞ。ギフトありがとうございます。ピックミン、笑えるように風が歌う、あなたに届くように。けしてんの、あ、うん、何してんのこの人、この人って、ごめん、ピクミン、なんかピクミンがさ、なんかしてんだけどさ、これは何だと思う？なんもないよね、やっぱり。ギフトありがとうございます。Can you feel me ever 動き始める。 It's time to say goodbye。 待っていたよ君のことを。心配しなくていいよ、全部わかってるから。覚悟を決めた君の愛、そっとエール送るよ、マイラブ。 Here we go, here we go。 迷いを捨てたらそう、鳴らせば触れたかるかに、リスタートほがるかに。あの日描いた未来へ、聞こえてる君を呼ぶ声、踏み出そうよさ。叫べフレフレを超えて、 Brand new 自分らしく、やり直せばいい。何回だって繋いだって離さないから、約束しよう、 Always by your side。ピクミンは放っておくと、いや、あ、なんか何もしない、何もしないだけ、以上。え、どこ行った？オッチが、はい、オッチごめん、戻ってきてもらっていい？ごめん、あー、かわいい。そう、あの、指示ないとね、あの、何もしないよ、何もしないよって言い方変か。あの、ちゃんとね、あの、あ、寝てるとかも基本的にないと思う。ギフトありがとうございます。なんかね、歌ったりしながら配信をしようかなと思うんですけど、これか、何歌おう。
落ち込んでた時を気がつけば笑ってる二人なら。あ、間違えた。ここに拠点移して、世界は息を吹き返した。あ、これにしよう。机の上で生まれた世界、一番先に君に見せたかった。お、あ、違う調査団の研究者だって。見つけた。今見つけました。空っぽの部屋、そっと抜け出して走り始めてた。息弾ませて丘を登ると、君が先について待っていたね。たくさんの初めて君と見つけた宝物だった。ん？悲しさで溢れた時は何も言わずにただそばにいてくれたね。今でも忘れないよ、また会おうね。約束をしよう、消えはしない、あの日のさよなら。もうずっと深く息を吸い込んだ。ひばりが高く空を泳いでく。何回だって約束をしよう、大丈夫と笑い飛ばそうよ。優しい手が僕を連れ出した。いつも心の中光るよ。どこだ、行ってない。80しか行ってない。ストーリー進んでるよ。あの新しい地をね、開拓しております。夕暮れなんて好きじゃなかった。ちょっと小さな嘘もついたりした。もう少しだけ一緒にいたくて遠回りしてた。あの頃の僕らはずっと答えは一つだと信じ続けてたね。どうか変わらずにいて、抱きしめたら壊れそうだった。だからそっと両手で包んだ。君がくれた小さな決意を今解き放つから、ありがとう。どこに行ってないのかがわからない。開拓してない地がどこかわからない。全部開拓してるはずなんだけどな。でも 80% しか行ってない。見てるでしょ。
で 80% なんだろう。出ないとこあるかな。あ、これ？いや、違うな。80%だでも。ステージっていうか、なんかその洞窟の中の探検があって、それが今これだ。え、違うな。そう、洞窟の中のなんか何個か洞窟っていうか、なんかそのまあ洞窟みたいのがあるんです。それをそう、ステージごとに何個もあるんだけど、ステージっていうかその、ステージごとにって、まあ、なんかあるんだけど、それをいつもねコンプリートしてきたのに、ちょっとねなんかできないなっていう、なんで 80% なのかなっていう、もう全部持って運んでったはずなんだけど、なんかがまず足りねえって言われてるの。 80% なんだよって。まだお前はこの地を全部開拓していない。そう、いやでも本当に全部行ったんですけど、私これは関係あるの？なんかすごいさっきからなんかすっごいね、投げるとねパタパタし始めるのは、これなんか関係あるんですか？うわ、なんか出てきたんですけど絶対これじゃん、絶対これじゃん。だからさっき掘ってた、なんかさっきピクミンね、そう掘ってたのそう、なんで掘ってんねんと思って、でもなかなか何も出てこないからいいやと思ってそうそうそう、あ、呼び寄せたらあの、うん、ちゃんとお宝埋まってたんだって。あれか、オッチンにねお宝探索してもらえばよかったね。私オッチンにお宝探索あんまりさせないので、自力で見つけに行くスタイルでやってるのでどんなスタイルだよね、ただただあのやってないだけなんですよ。待ってました。あ、できました。 100% になりました。よし、そしたら行こう。たらね、出ます。おっちんごめんね、おっちんじゃなかった、ピクミンだった。ピクミンごめんね、私が君たちを信じなかったばっかりに申し訳ねえ。どこだ、ありゃ、いいか、
ってる、ピクミン、ピクミン歌ってるよ。歌ってた、ピクミン歌ってんの、これピクミンの歌。よし、地上に出ます。真っ暗トンネルは調査コンプリートです。かわいいピクミン、かわいい。でも早く青ピクミンがちょっと欲しいんですよ私は。そう、ちょっとね、あの青ピクミンを犠牲にしてしまったんですこの前。この前っていうかお昼、そう、数少ない青ピクミンを犠牲にしてしまったので、青ピクミンが欲しいんです私は今。いけ、みんないけ、凝ってるうちだ今。いけ、素晴らしい。押してもらって、ここどこ？ちょっと今ね、私が迷子だわ。ちょっとここどこ、あー、いた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 、ちょっとできたところで、はい、ピクミン、そう、昼でも1時間くらいかな、それでも。あ、やべえ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 、ああこらこらこら、どこ行ってんねん。あー、間違えた間違えた間違えた、また間違えた。ごめん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 、違う、君たちじゃない。運びたいものがあるのにね、青ピクミンが減っちゃったせいでね、運べないんです。水の上にあるからでね、川を凍らせるほどの氷ピクミンもいないから、ん、ピクミンどっかに置いてきた、私置いてきてるやん、置いてきてるやん。ん？いないけど。
あ、全然違う方向進んでた。ピクミンを迎えに行かねば。いやいやいや、何してくれてんねん。急に出てくるなよ。うん、私の体力がもう、うん、よし、ちょっと黄色ピクミン迎えに行ってくるから、ちょっと待っててよ、本当にもう。もっちん回復した？黄色ピクミンどこですか？黄色ピクミン、あ、いる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 、ここじゃん。あ、いたいたいた。何してたの、もう本当に。どこ行ってたの。ちゃんとね、ついてくるんやで。転校したいわ、みんなそれぞれ。本当にもう。あー、氷ピクミン、ね、うちの可愛いピクミンに手出してくれて本当に、私も犠牲になったし、やだわ。うね、みんないるから、ひろみくん、まあそうだよね、あんたが置いてったんやって言いたいよね、ごめんね。ごめんね、ちゃんとね、私がね、世話をするべきだった、ちゃんと見てあげるべきだった、ごめん。で、よっしゃ、よし、凍らせろ、いけー。ちゃんと吸って栄養補給して、はい、行きますよ皆さん、皆さん行きますよ、ホッチン、ホッチン、ホッチンに聞こえてないわ、ホッチン行くよ、ほらみんな行くよ、もうちょっとでね、時間だからね、行かないといけないんですよ、ほら行きますよ皆さん。え、何1って何、あ、いや、みんな1やったら一緒やんけ。よし、そしたらとりあえずは一旦ね、もう時間も時間なんで、今日の探索終えます。
11日目。今日機嫌いい？普通だよ。いつもそんな機嫌悪くはないですけど。違う。したいんだけど、あ、そうそう、終えたのはゲーム内です。そう、夜になるとね、生き物凶暴化しちゃうので。緑はいないね。水色か、水色っていうか、まあ氷か、赤、黄、青、紫、白、どれかです。私見た目はね、黄色か紫、あ、氷もでも可愛いからな。よっしゃ、Okay, let's go. Let's go とか言ったけど、どこ？あ、こっちか。ほら、また葉っぱ人だよ。葉っぱ人やだ。葉っぱ人嫌なんですけど。葉っぱ人嫌いです。オッチンも登れたんかい。葉っぱ人の段取りのなんか戦いみたいな、段取りバトル嫌いです。下手くそだもん、私段取り良くないもん。段取りは好きじゃない。どうしたらええのさ、ほんでどこ行ったらええねん。
おっちんほっといて、そこ。ほら行くよ、ほら行くよ、えい、はい、違うんですよ、おっちん、ちょっと行こうぜ。いや食べられるから、それは一人で行ったら食べられるさ、食べられるから来なさい、あなた。ひまなピクミンおいで、ひまなピクミン、ひまにさせないからおいで食べられてない、大丈夫。私マジでこのさ段取りのさ戦いの方じゃなくてさ、なんか100まで集めろみたいな段取りのバトルが一番嫌い、バトルっていうかチャレンジ、段取りチャレンジ一番嫌いです、私。ほら行くよ、えい、赤ピグミ、いけやばいんだけど、待って、おっちんも頑張って、お願い、よし行くよ、ほら行くよ、おっちん行くよ、ほらみんな行くよ、ほらあと48集めなきゃだから、あ黄色いのも行っちゃった、買うだけじゃないよ、なんかね葉っぱ人とね、葉っぱ人がね、なんかね段取り考えろってうるさいの、なにこれ、なにこれ、誰だよこんなん、ほら燃えちゃうから、ピクミンが、ほらもうあと2分だって、ほんとにこれ持ってってほんとにもう、ゲート開いた、よかった黄色お願い、行くよ黄色、
ばい、普通に間に合わない気がする。あと34集めろだって。結構無理ゲーだと思うんだけど、どうかしら。ピクミンさん、あと2420ちょっとどいて。ピクミンやばいよ、100集まんねえよ。間に合いました、大丈夫、ね、あーでもオッチーのせんべい間に合わなかったな。ちょっと段取り悪いもんで、また間に合って下手くそなんですか私。マジ段取りチャレンジが一番なんか疲れる。そしたら、あ、凍った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 、危ない、びっくりした。あ、大丈夫だった、大丈夫だった。かわいい、すごい頭で叩いて壊してくれ、めっちゃかわいい。よし、壊れたよ、ありがとう。うん、なるほどね。頭突きっていうかなんか、うん、なんか頭でパンパンやって壊してる助かってます、ピクミンさん、いつもありがとうございます。
間違えた。モッチンってこれ走るの速くなったりするかな。ちょっと別にモッチンが遅いってわけじゃないんだけど、まあもうちょっと もうちょっと早く走れたらちょっとありがたいかななんてちょっと思っちゃったり思っ、はい、すいません、ごめんね。おっちんはすごく頑張ってくれてるよ、大丈夫。頑張ってくれるの？ありがとう。ありゃ？さっきのピクミンどこ行った？なんか持ってってくれたピクミン。ありゃ？そう、運んでくれたピクミンがさ、いたんだけどさ。ん？60でも60いるぞ、あれなんでだ。おっちんごめんね、おっちんって壁登れないのかな。おっちんと一緒に行きたいんだけど。獣の王国だそうです。あーちんかね、おっちんかわいいわ。
して待ってる、ごめんね、おちん。みんなで持ってって力を合わせてお願い。かい、これで50、あ、こっち。ずっとさ、オッチに乗ってたい人だからさ。一回100になったので、そしたら次2階に行きます。なんか黒いピクミンいるんだけど、何ですか？岩ピクミンがいる。岩ピクミンって何？初めて聞いたんだけど。これピクミンですか？わあ、岩ピクミンとかいたんだ。すごい仲間になってくれるんだね、岩ピクミンって。初めて聞いたんだけど。こっち、こっち行くよ。すごいわピクミン。すいません、騒がしくて。どうしてもなんか声が出ちゃうと言いますか。すごい、なんかここに書いてなかったからさ、あっと思ったらいたわ後ろに。あ、ピンクもいた。ピクミンクで、
なくなっちゃった、うん、他に場所あるかな。あ、どうしたら。じゃないね。あんのかな。なんもないんだけど。あ、岩ピクミンじゃいなくなったの。いや。岩ピクミンは水どうなんだろう。あれ？違うな。わかんな。あ、溺れるんかい君たちも。ごめんごめんごめん、ちょっと試しただけじゃごめんな。今ね、洞窟入ったんだけど、またどっかに埋まってんのかな。おお、ここじゃん。で、これもうすごい、なんかすごいタケノコみたいに出てきたよ。タケノコじゃんタケノコが出てきました。掘ったらほんとタケノコです。ピクミンいなくなるの早いな。よかったな。よし、揃った。そしたら次3回進みます。おせんべいとかに結構リアルですよ、出てくるの。うわ、なんかでっかいのいる。でっかいのいる。やだわ。やだわ。やだ。やだ。いや、死んじゃうの、やだ。でもごめん、みんな頑張ってー。あー、やばいやばい、ピンチピンチピンチ。みんなそっち側行かないで。潰されたらひとたまりもないって、そりゃそうだよ。いやー、めっちゃ少なくなってん。やだー。え、これ
かなるもんなの？だってみんななんか潰されるじゃん。そっち潰されるって。私下手くそだよね。あ、レスキュー隊じゃん。レスキュー隊見つけたよ、ちゃんと。半分になった人数がピクミン。なんかね、でっかいね、幼虫みたいなのに潰された。いっぱい悲しい。なんで一つ一つ違うとこ行ったの。下手くそだよね私。これ岩ピクミン使うべきだったのか。岩だったら潰されなかったみたいな。もう岩ピクミン4人しかいなかったんだけど、岩ピクミン2人になった。下手くそか。ごめんねピクミン。私がさ操った私がさ指揮を取るばっかり。マジでごめんねピクミン。本当にこんな体、こんなね、こんな指揮者でごめんなピクミンすまんな。増えないのかな。ガラス。やばい、先が思いやられる。マジ下手くそだよな。いや向いてないことは分かってんだよ。私ピクミン前やった時もねめっちゃ下手くそだったの。お兄ちゃんに何回言われたことか。今それ持っていけないからちょっと待ってて。あ、これどうしたらいいの。ごめん、君たちも手伝ってくれ。
切り替えできないこととかある？そんなことある？待って、おっちん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 、嘘、おっちん、あー落ちちゃった落ちちゃった、びっくりしたびっくりした、私がびっくりしてるよ。壊滅的な下手くそだよね。ちょっとびっくりするんだけど、本当に下手くそさ。そういうことね、オッケーオッケー、はい、少々お待ちください。あー、赤ピクミンさん、赤ピクミンさん集合。え、で、これどうするの？通れないよ。ここはどうやったら通れるようになりますか。とりあえずじゃあここ運んでもらってます。うわ、あれじゃん、絶対あれじゃん。どうやっ、あ、青っちん切り替えできたよ、よかった。青っちん切り替えができないかと思ったよ。こんばんは、みんないる？大丈夫？ああ、こうなってるか。あ、いる？よかった。みんないなくなったら寂しいから、私本当、誰か本当にさ、私にさ、ゲームをする才能をください。なんかもう下手すぎてさ、ちょっとピクミンがかわいそうになるんだけど、本当に私にあの操られるピクミンが不憫。ごめんピクミン、本当にもう。そんなもんなの？なんかピクミンやったことある人、そんなもんですか？いや、壊滅的に下手くそだと思うんだけど、本当に私。
当に私ピクミン操っていいのかなっていう。はあ、23時になったら配信終わりますね。いやー本当にちょっと歌になるくらいだから食べられていいの？やだよー。あ、大丈夫か、これ取るの。いいよ、もうそいつ。あ、ピクミン、なんで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 そこにいんの？怖い怖い怖い。どこ？なんでよ。びっくりしちゃうじゃん。ちょっと待ってね。みんな集合。集合。行くよ。一旦来てよ。ああ待って。いやん来ないでよ。いや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 。いや、みんなさ、ちょっとさ、私も頑張って攻撃してんだけど。いや、ほんとにちょっとやだよ、寂しい。ちょっとみんなどこを、しかもみんなどこ行ったの？君たち全員ですか、これ。違うよね、7人しかいないもんね。あ、違う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 。いやマジで本当にやばい。ちょっと壊滅的よ、私の下手さ。ポッチン、ポッチン、こっちおいで。あ、いた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 。え、おっちん、あーびっくりした。おっちん食べたと思った。そういや、そうなのよ、一個抜かれてよ。そう、あなただけについて行くなんよ。だから余計にごめんなさいなの。こんな私にね、ついてきたばっかりにね、みんな食べられちゃうんだもん。ごめんね。よし、違うもの運ぼう。もっちん友達だよ。大好き、おっちん。ほら、よし、よっしゃ。今4いるね、4いるね。順番に順番に運ぼうね。ごめんね、人数少なくなったばっかりに。みんなに何回も苦労をかけるよ、すまぬ。人差し指これいつでも押せるようにっていうスタンバイ。一個抜かれてあなただけについていく。あ、でももちろんね、あのピクミンごめんねと思いつつ楽しんでもいるからね。一応楽しんでもいます。
で可愛いんだもんピクミン。マジで可愛い。なんかね、本当愛おしい、愛おしいからこそのこの責任感よね。私が。怪力だからオッチン、私ずっとさ、なんかさ、ついついさ、オッチンに乗るのがさ、なんか楽というか、そうだからさ、なんかピクミンもみんな乗るじゃん、そうだからついついオッチンをさ、往復がめっちゃ大変、人数減っちゃったから。こんばんは。よし、これ私も持ちたい、私もさ、資材とか持てないの？私持てたらさ、もうあと1個なんだけど。乗り物じゃないよ、ワンちゃんだよ、ワンちゃんなんだけど、オッチンはすごい、なんだろう、なんかピクミンね、ついてくるとちょっとばらけちゃうんだよ、ばらけちゃうというか、なんかちょっと広がっちゃうんですよ。そうだから、オッチンに乗ってるとなんか見やすいんです、ピクミンが。そうだから、ついついオッチンに乗っちゃう。うん、でもオッチンちゃんと怪力だしさ、そう、荷物とかもね、10人分働いてくれるから。私もやられたりしますよ、あのちゃんと、体力ありますから。私もあります、その体力っていうか HP。 まあ、私やられたらどうなるかは分からんけど。おっちんも行け、おっちんも持ってあげて、ね、おっちん持つと早いから。いやのけのもっちんとウッチンは元気ですね。はい、モッチンとウッチン元気です。最近モモはね、なんかわかんないけど、急になんか昔のワンちゃん、ワンちゃんのぬいぐるみパンずっとね、そのボロボロになっても捨てずにいるんですよ。そう、モモとかもさ、新しいもの好きだからさ、結局新しいもの行ってたんだけど、なんか最近なんかその昔のおもちゃになんかを見つけて、見つけたのかなんかわかんないけど、急になんかそっちに行き出して、そう、なんか上にあったやつを急に欲しがったの、欲しがって、おお、そうね、なんかそれが今お気に入りみたいで楽しんでます。みっちんは元気っちゃ元気、たまに体調崩してますけど元気っちゃ元気。遭難者がいるって。
あ知ってるよ知ってるよ、分かってるよ分かってたよ分かってたよ、おいでみんな、分かってたよ、なんかいるの分かってたもん。来るかな。すいません。なんで聞かないん。ああ。ごめんなさい。すいません本当にすいません。すごいなんかもうアイドルらしからぬ声、すいません本当に。ああみんないなくなっちゃう、ああいなくならないでお願いだから。いやこれ結構無理げな気するんだけど、ほら食べないでよ、ほらだってさピクミンさ5人しかいなくなって4人になったんだけど、だって無理じゃない、4人でこれはなかなかしんどいと思うんですけど、私の下手さ加減にびっくりするよ、来ないで本当に。すいません本当にごめんなさい、なんかもうピクミンが食べられるってなるともうあのダメだよってなるの、あーこら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 、あー食べられた、ほらほらあと1つになっちゃって、えピクミンあと2つって何事、え無理じゃない。どうするべきでしょうか。ピクミンあと2人なんですけど。そんなことある、嘘でしょ、残念だよね、無理だよねこれね。だってもう聞かないんだもん。いやマジでちょっとこれはちょっと無理だよ、洞窟の中さ無視できてくれないじゃん、あの新しい子出せないじゃん、あほらあと1匹になっちゃった、あーほら赤ピクミン全滅、すいませんでした。もう無理だよ、残念ピクミン全滅。もう無理だ、私やっぱり向いてない、23しかも3時になったし、いやログとかいらないね、でもフロアの始めしかさ、だってちょっと怖いんですけど、とりあえずとりあえず23時になったらランキングいきますね、
13位ユーゴリン、32位エイトさん、11位さくらのお友達、30位しろみさん、9位かぼちゃん、8位さるきちさん、7位ゆうぼうさん、6位ところてんさん、5位けんけんけんさん、4位さとちゃん、3位スリッパさん、2位にしさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。しのさん、しろみさん、さとちゃん、さくらのお友達さんさるきちさん、ゆうごりんさん、そそさん、ゆうたさん、エイトさん、ゆうぼうさん、はにまるさん、にしさん、ところてんさん、谷口ひろきさん、けんけんけんさん、かぼちゃん、情報技術けんさん、たもちゃんさん、さとちゃんです。ありがとうございます。はい、皆様本日もね、すいません、うるさくて、うるさかったと思うんですけど、見に来てくださってありがとうございました。はい、それではね、本日はこれで配信終わりたいと思います。それでは今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。ではまたね。いや、ちょっとどうしよう、下手くそすぎて。おやすみ、ありがとう。ゆっくり寝るんだよ。おやすみ。